CAC ワイラウェイ第21飛行隊所属のワイラウェイ CAC ワイラウェイはオーストラリアのコモンウェルスエアクラフト社が生産したレシプロ練習機である。同社が初めて生産した航空機でありワイラウェイとはアボリジニの言葉で挑戦を意味する。1936年に設立されたコモンウェルスエアクラフト社は航空技術委員会がアメリカを訪問した後 ノースアメリカン社の NA-16 練習機と同期に搭載される R-1340 エンジンのライセンス生産に合意した。こうして製造されることとなった本機は、ノースアメリカン社では NA-33、CAC では CA-1 の形式で呼ばれ、オーストラリア製の初号機は1939年3月27日に初飛行した。 外見は原型を同じくする T-6 的3とよく似ているが、主翼以外が未だハフバリである点と3枚プロペラを採用した点が大きな違いであった。初飛行から4ヶ月後には早くもオーストラリア空軍,軍に最初の3機が納入され、第二次世界大戦が勃発したことで発注機数も増加、40機生産された CA-1 に続き CA-3。 ca-5,ca-7,ca-8,ca-9,ca-16 と改良されていき、最終的に755機が1946年までに生産された。軽爆撃機型の ca-10 は計画のみに終わり、戦後航空隊が設立された、オーストラリア海軍向けに改造された機体は ca-20 と呼称された。 CAC は本機を元にして c a 十二ブーメラン戦闘機を開発している。ほか、戦後残った機体の何機かは c a 二十八セレス農業機の元となった。太平洋戦争回戦の時点で七個の第一戦飛行隊に多用途機として配備されていたが、当時のオーストラリア空軍には戦闘機が不足していたため、武装可能だった本機は応急的な戦闘爆撃機として、 実戦投入された。主に戦乱紹介や、対地攻撃、偵察の任務につき、急降下爆撃の際は八8 7のジェリコのラッパーを真似て、スープの空き缶を改造した簡易サイレンを取り付けたこともあった。戦闘任務にも投入されたが、やはり戦闘機としての性能には限界があり、一式立候を迎撃しても速度が足りず、補足できなかった。 ニューブリテン島では1942年1月20日に10機が空爆を避けて離陸したところを高高度から冷戦の襲撃を受け5機が撃墜され3機が大破、雲中に隠れた2機だけが難を逃れるという大敗を必死作戦不能となってしまった。しかし、同年12月26日にはニューギニア方面で冷戦1機を急降下からの射撃で撃墜する戦果を上げており、 これが本機唯一の撃墜記録となった。1943年中頃には本機を運用していた第一線飛行隊の大半がブーメランなどのより実践向きな機種に更新しており、本来の役割である練習機として使用されるようになっていった。CA-1 側面図言語に忠実な発音、カタカナ表記としてはウィラウェイがより近い。ありがとうございます。